アロハ。今日は草刈りをしていました。お庭が綺麗になりました。ヘリコニアの咲き方、これが最初こんな感じで出てきます。そして次にこんな感じでニョキッと出てきて、で次はどれかな。ある程度大きくなるとこんな感じで上から割れ出します。で割れるとこんな感じで一個一個離れていきます。こんな感じになってどんどん先からここから割れていきます。でこんな感じに仕上がります。まだこれは何個かあるのでもうちょっと大きくなると思います。ヘリコニアはこんな風に形が変わっていきます。